和歌山県立田辺中学校、高等学校は、和歌山県田辺市学園にある県立中学校、高等学校。略称は、田中、田中。敷地内に、和歌山県立南紀高校が隣接している。1948年4月に、和歌山県立田辺中学校、和歌山県立田辺高等女学校、和歌山県立田辺商業学校、 田辺市立田辺高等科生女学校の旧生4校を母体とする形で創立した。2006年4月10日には自然科学科に接続する併設中学校である和歌山県立田辺中学校が開校し、併設型中高一貫校になった。和歌山県立中学校は2006年4月7日まで和歌山県立高用中学校のみであったが、 同日和歌山県立小里田高志中学校が開校している。田辺中学校は小里田高志中学校に続く3校目の県立中学校となった。2006年5月29日午後9時頃、学校内で男子生徒が寝室サイドにより死亡する事故が発生。この事故を受け、学校側は AED を導入することを決定。また、 同年7月には全校生徒を対象とした救命講習を開催した。これは教育機関としては非常に早期の AED 導入であった。東京大学、京都大学等の長南館大学は2から3年に一度合格者が出る程度であるが、和歌山県南部では最もレベルの高い進学校である。和歌山県立高校中学校。 和歌山県立小佐田高市中学校に次ぐ第三の県立併設中学校として2006年4月10日に開校第1回入学式が行われた。田辺高校自然科学科に接続する。略称は田中。もともと田辺高校の別棟であったものを中学校旨としている。全教室に電子白板を設備し、プロジェクターと、 電子教科書を活用した授業を行う。高校の先生が中学生の授業を担当することもある。田辺高校の前身である旧生、田辺中学校と名称が同一であることから、学校パンフレットでは、みえる田辺中学校とされている。物理、科学、生物実験室及び講義室、音楽室、美術室、裁縫教室、調理室、情報教室、 市長各室などの各特別教室は高校施設を使用する。昼食は原則弁当だが、田辺高校生徒ホールの利用も認められている。一部の部活動では高校と共有の設備を利用したり、活動自体が共同で行われる。2009年に開校初めての卒業式を行う中学校は保護者に対して個人情報保護を理由に、 カメラやビデオでの撮影を禁止する胸の通達をした。保護者の撮影について県の教育委員会は学校側に判断を任せているが校長は個人情報保護とともに多数の保護者が一斉に撮影をすることで厳粛に指揮を行うことが難しくなると主張している。この件については新聞やインターネットなどで報道された。しかしその後の卒業式 入学式等の行事で撮影禁止などのことはない。ありがとうございます。